アエロ HC-2 ヘディベイビー国立航空博物館に展示されている HC-2 アエロ HC-2 ヘディベイビーは1950年代に技術者のヤロスラフスレヒテにより設計されチェコスロバキアのエアロバードクディで製造された複座の小型汎用ヘリコプターである3枚ブレードのシュローターと2枚ブレードのテールローター全金属製のフレームとコックピットと プレキシグラス製の風防を備えていた。本機はチェコスロバキア人の設計による最初に生産されたヘリコプターであった。ヤロスラフスレヒテという名の技師により設計された HC- には1951年に試作機の製作が開始され、1954年に試験が始まった。1954年12月3日に初飛行が実施されて、 1955年のブルーの産業、展示会で公開された。生産は1957年に始まる予定であったが、これはエンジンの不具合によって延期された。本機の最初の量産バッジは200機とされた。チェコスロバキア空軍は、チェコスロバキア人民陸軍とともに HC-2 を採用した。本機は、 パイロットと220ポンドの貨物を搭載して1時間で62マイルを飛行可能であったが、これにはわずか4.85ガロンの燃料しか必要としなかった。1959年の時点でヘリベイビーは最軽量の複雑ヘリコプターの一機であり、当初は出力 83HP のプラが DHA エンジンを使用していたが、6年ほどして、 ヘリコプター用に設計されたより高出力 105HP のアビア M110H に代替された。ヘリベイビーは輸送、訓練や、その他様々な任務に軍用と民間の双方で使用された。複座の座席に加えて、座席の後方に貨物を搭載する空間があり、降着装置は首車輪式で3つの車輪が着地している状態で、機体を支えた。諸原性能。 ありがとうございます。